最後だ、ランギク。ごめんな。ありがとな、親父。いちごか、それに髪のせいかな。なんかちょっと背も伸びてる気がしねえか。よかった、ユズとカリンは無事みてえだ。イモヤマさん、誰それ。車谷だ、車谷善之助。みんなそこにいてくれ。そのままじっとしててくれ。何も感じない。おかしいよ、押しつぶされるほどの力を感じるのに。イチゴからは何も感じないなんて。本当に君は黒崎イチゴか。本当に黒崎イチゴなら落胆した。今の君からは霊圧を全く感じない。私の与えた最後の機会を君は取りこぼしたのだ。悪いこと言わんわ、逃げ。まだ死の嫌やろ。はあ、強い目になった。任せて、いける。残念だ黒崎。アイズ、ここでは俺は戦いたくねえ。それは私と戦うことのできる力を持つ者のみが口にできる言葉だ。始めようぜ、アイゼン。一瞬で終わらせてやる。なるほど。君が霊圧を失った理由を。君は霊圧をなくしたんじゃない。君は全ての霊圧を自身の霊体の呂力に変えた。君は身体能力の全てを飛躍的に上昇させる代償として霊圧を捨てたのだ。教えよう。その頼みの綱の呂力ですら、この私のそれには遠く及ばないということ。刀の一振りで地形が変わる。それが今の私の力だ。君のおかげでホローも死神も超越したこの力を私は存分に試すことができる。まだだ黒崎一郎。くしくも我々は右腕と残白刀が融合するという似通った姿に進化の帰着を見出したよ。やはり君と私の進化は次元を異にしている。バカな、受け止めた。何を驚いてんだ。俺があんたの刀を受け止めたことがそんなに信じられねえか。私の理解できないことか。今のは君の呂力が瞬間的に私を上回っただけのこと。軌道で微塵に押しつぶすだけだ。にじみ出す混濁の紋章、地に満ち己の無力を知れ。フォローも死神も超越した私の放つ完全栄翔の黒棺だ。今のあんたの力より俺の力の方が上だ。あの岩山を消し飛ばしたのは俺の刀だ。
が距離を取った時に理由を聞いていたあんたが自分から距離を取るなんて。そうか。私の剣を止めたことが嬉しいか。私の体に傷をつけたことが嬉しいか。人間じゃやはり許せないか、宝玉よ。一号。なるほど。今のを受けてその程度か。だがその左腕はもう使い物になるまい。今の君には取り込み理解するほどの価値もないのだ。君は超越者たる私の手による死を迎え、もうやめにしようぜ、アイゼン。あんたの理屈は見せてやるよ。これが最後の月牙天章だ。まだ倒れんか、イチゴ。倒れねえって言ったはずだぜ。最後の月牙天章ってのを聞き出すまではな。それくらいの力の差が俺たちにはあった。本気で教える気がねえなら戦いをやめて身を隠せばいい。どうしてこいつの剣から寂しさばかりが流れ込んでくるんだ。よく気づいた。最後の月牙天章とは、私の刃を受け入れることでしか手にすることはできん。受け入れれば貫かれることに痛みなどあろうはずもない。この戦いを始めた時に言ったことを覚えているか。お前の守りたいものが私の守りたいものではないのだ。私の守りたかったものはお前自身だ、イチコ。イチコ、この技を使えばお前は最後の月牙天章ってのは俺自身月牙になることだ。この技を使えば俺は死神の力の全てを失う。私は死神と別次元へと進化を遂げることで、まさか奴は私よりもさらに上の次元に立っているというのか。まだ再生するのか。やべ、死神の力が消えていく。黒崎一護、君の負けだ。見ろ、残白刀が消えていく。残白刀とその能力が一体となった君と同じ。いや、今やその力を失った君を。なんだこれは。鬼道か。浦原さん。浦原喜助、お前の仕業か。はい。あなたが宝玉と融合した場合、あなたを殺すことはほぼ不可能になるだろうと考え、あなたを封印するために開発した新しい鬼道です。この程度の鬼道で私を封じることなどできるものか。あの時打ち込んだ封印が今ようやく発動したのは、あなたの力が弱まったからす。そんなわけがあるか。そんなわけが。
お前ほどの頭脳がありながらなぜ動かない。なぜあんなものに従っていられるのだ。世界とはそういうものなんですよ。それは敗者の理論だ。イチゴ、終わったのだな、イチゴ。